まずはこのウクライナの国旗ですけども、これはこちらが本当は上なんですね。上で、こちら下で、まあ意味としては、黄色い、小麦畑に青い空と、そういった非常にのどかなね。で、日本は日の丸ですよね。日の丸で、ウクライナ、実はですね、ウクライナと日本の国旗が非常に、世界の国旗の中でも一番シンプルなんですね。日本は、まあお日様を表している。で、ウクライナはこういった小麦畑と青い空を表している、自然を表しているね、国旗というのは珍しいんですね。では昔はね、私が、まあ、2005年にウクライナに行きまして、そして日本ウクライナ文化交流協会を作って帰ってきまして、その後、ツアーを組んで日本とウクライナと行ったり来たりしてるんですけども、最初行く時は、ウクライナ行きますって言ったら、ウクライナはどこですかとかね、ウルグアイですかとかね、そういうなんか不思議な、返答があったんですけどさ、まあ、この、不幸な出来事によってですけども、ウクライナのことを知っていただける。で、いろんなところで講演してます、まあ、小学校とかあるいは大学とか、そのウクライナ研究会と、まあ、そういうところで、今日はで、まあ、平和的なね、ウクライナはどこにあるか、どういう国かっていう、まあ、全体的なそういった、ことをお話ししてほしい。まあ、オープンスペースですので、ですから、非常にその、まあ、厳しいね、そういう、まあ、戦争とかそういうところには、なるべく触れずに、したいと思います。まずウクライナというのは非常に大きな面積で、日本の 1.6 倍の面積あります。ヨーロッパ一です。で、地政学的になぜこういう戦争が起きているかというのは、ヨーロッパと、そしてロシアとアジアのちょうど、クロス地点にあるんでね、非常にこれは、地政学的に重要な場所なんだね。で、上はベラルーシ、そして横にポーランドがあります。ポーランドに今たくさんね、難民が、行ってるということですね。その下はスロバキア、そしてハンガリーで、ルーマニア、モルドバと、で、左側は全部ロシアなんですね。で、今、ちょうどこの、半島ですけども、これはクリミア半島といいまして、実はウクライナは今実効支配されてるんですけども、まだこれはロシアがね、勝手にここはロシア領だと言うてるだけで、本当は、世界的には、まあ、まだウクライナなんですね。ウクライナですから、まあ、赤で塗っています。少し、ウクライナの成り立ちをお話します。実はウクライナというのはロシアの発祥の地なんです。ここから全てのロシアが発祥したんです。ですから、よく今までのいろんな、ね、新聞とか、マスコミで兄弟国というね、兄弟国という表現がありますけども、これ本当は兄弟国ではないんですね。これ誤解の上に成り立った表現で、本当は母子国家なんですね。お母さんと子供の関係なんです。というのは、ちょうどこのウクライナの中心、今キエフっていうね、この辺にあります。ここに、大きな川が流れてまして、ドニエプル川という大きな川が流れてます。そのちょうど上流に、キエフというところがあります。そのキエフに中心に、東スラブ人が栄えるわけですね。9世紀です。9世紀に東スラブ人の国が栄えるわけです。そしてそこで、ウラジーミルが985年に、キリスト教を導入するわけです。その頃ウクライナというのは多神教の国でした。日本の言う、よろずの神々でした。ところがこれでは、ウクライナという国を統括できないと、統一できないということで、何か宗教一神教を持ってこないと、ダメだということで、いろいろ探すんですね。で、例えば、まあ、イスラム教だったらどうかと、実はイスラム教は、お酒を禁止してますので、まあ、スラブ人には合わないんですね。合わないんです、お酒の好きなスラブ人には。まあ、だからダメだとか、まあ、そういったことを考えながら、結局ギリシャ正教を持ってくるんですけども、
ギリシャ正教を持ってきて、そして旧世紀からずっと栄える、これが東スラブ人といいます。東スラブ人のいわゆる国家、キエフルーシー、キエフルーシーといいます。日本語ではキエフ大公国といいます。でこれが非常に豊かな、ね、文化を、育むんですけども、実はここで13世紀になります。13世紀になりますと、モンゴルがやってくるんでね、具体的に言いますと1240年、モンゴルがやってきまして、そしてこの、スラブの世界を管轄するわけです、押さえつけて。でこれは、世界史で皆さんが習ったと思いますけども、タタールの首切りと言います。ロシア語では、まあ、タタールと言いましてね、まあ、日本でも タルタルソースとかね、そういうところであります。タタールの首切り、これが240年間ここで続くんですね。240年間で、実はここが非常に大きな問題なんですね。この13世紀のこの問題から今の21世紀の今の戦争につながっていくんですね。どういうことかと言いますと、この、タタールの首切り240年間、の間にキエフルーシー、キエフ大公国という東スラブ人の、国は消滅してしまうんです。なくなっていく。でそこで、そのキエフ、ルーシーにいた人たちがいろんなところに逃げたんですね。まず一つ、ずっと遠くに逃げた人がいます。その人たちがロシア人になります。ロシア人になります。でこれで、彼らが、モスクワ公国というものを作るんですね。もう一人、逃げたグループがいます。ずっと逃げて途中までに逃げた人たち、これがベラルーシーに行きます。ベラルーシー人になります。つまりで残った人たちがウクライナ人なんです。つまり彼らは食べ物も歴史も、宗教も全部一緒なんです。ここが非常にややこしいんですね。もともとは一緒の東スラブ人です。遠くまで逃げていった人たちがロシア人になった。途中まで逃げていった人たちがベラルーシー人になった。最後に残った人たちがウクライナ人になった。まあ、こういった頭の整理していただいたらいいと思います。そしてですね、240年経った1480年にモスクワ公国が非常に大きくなります。このロシアに行ったね、モスクワ公国が大きくなって、モンゴル人をやっつけるわけですね。やっつけて、そしてスラブの世界からモンゴル人を追い出す。これがいわゆる、タタールの首切りの終焉と言います。これでやっと、スラブ人の世界が構築する。で、ここでですね、ロシア人はこう言うんです。こんなモンゴル人にやられたね、ウクライナの人たちは弱い。だから小さい。私たちが守らないといけない。大きなロシアが小さなウクライナを見守る。ですからロシアはお兄さんで、ウクライナは弟だと。ここで兄弟国家という概念ができるんですね。ところがですね、よく皆さん考えてみてください。もともと発祥したのはウクライナです。ですからウクライナ人は言うんですね、私たちはお母さんですよ、ロシアは子供ですよ、私たちの言うことを聞きなさいと。この13世紀からの、ボタンの掛け違いが今に移る。つまりロシアは大きくなりすぎた ドラ息子なんですね。それが小さいね、年老いたお母さんを、踏みにじっているという、構図です。これが、まあ、歴史的な構図ですね。そして、ソ連時代になります。実はソ連になりまして、スターリン、レーニンの後スターリンが出てきまして、レーニンはロシアはロシアから始まったという歴史を作ろうとするんですね。そして何をするかと言いますと、ウクライナを根絶やしにしようと、ウクライナをないものにしようと、どういうことかというと、1933年あたりにはスターリンはロシア、ウクライナから全部食べ物を奪って、そして、ウクライナ人を餓死させるんですね。300万人とも500万人とも1000万人とも、これソ連崩壊の時にやっと、アーカイブが分かってきたんです。それからですね、コブザールという人で、ね、8元の弦楽器を持って盲目の人たちがずっとウクライナを守る回るね、そういう盲目の人たちがいるんですね。で彼らを集めて、今のハリキフというね、よく新聞で言うハリキフというところで集めて、
そういう大会をするんですね、コブザールの大会。そしてそれを全部数百万人、いや数百人殺すんです。そして、歴史がね残らないようにする、まあ、こういったこれが一つの例ですけども、まああまり、これだけでもね抑えながら言ってますけども、もういっぱいあるんです。ですから、ロシアの下にはねウクライナはつきたくないと、ということですね。で、ちょうどスターリンの後にフルシチョフが出てきまして、フルシチョフはスターリン批判をします。で、今まで、フルシチョフは、ウクライナのこと好きだったんですね。ウクライナのトップにもなりましたし、で、ごめんなさい、今までね悪いことしたからこのクリミア半島をねウクライナに、プレゼントしますと、という話でした。ところがですね、下りまして1991年にソ連が解体します。ウクライナが離れることによって、そこでウクライナはこのクリミア半島を持ったまま独立するんですね。ロシアは返してほしいと、ウクライナはいや私たちのもので、ここで、まだ小競り合いがありまして、そして、実は2014年にウクライナでマイダン革命というのがあります。これは民主化の、革命です。その時にちょうど民主化で、ヤヌコービッチ大統領という、独裁者を追い出した後、ホッとして、ホッとした一息ついた時にプーチン大統領がこのクリミア半島に核兵器を持って乗り込んできて、そして、でたらめな、住民投票をしてこの選挙する。その後ここだけで終わらなかったんですね。東ウクライナ、このルガンスクとドネツク、ここまで攻めてきた。まあここが本当は落としどころだったんですね。というのは2008年にグルジア侵攻しました。ロシアはその時は南オセチアとアブハジアという2つの地域を、未承認国家として登録して、そして自分たちは引いたんですね。我々も、ロシア・ウクライナを長く研究してますけども、研究と交流してますけども、ここで終わると思ったんです。ところが今回は、キーフまで、2月24日に侵攻したと。でウクライナ人言うんですね、やはり大きな、ね、力をやっぱり武力を持ってなかったからこういうことになったという、毎日毎日、電話でそういうことを私喋ってます。今まだ通信網は途絶えてませんのでね、電話で今で言ったら LINE とかメッセンジャーとかバイバーとか、そういうのを使ってね。実は1991年にソ連が解体した後、ウクライナにはたくさんの核兵器があったんですね。で世界はこれを恐れたんです。核兵器があるからものすごい強い国ですね。そして1994年、これが非常に重要なんですね。私なかなかね、新聞にもテレビにも出てなかったんで、私はこの、1994年のブダペストの覚書を言ったらもうずっと言うてるんです。そしたら最近は NHK とかね、各新聞で書くようになりましたけども、ブダペストの覚書、これは重要なんですね。ブダペストでアメリカの大統領、そしてロシアの大統領、イギリスの首相、そしてウクライナの首相、大統領、この4者、アメリカ、ロシア、イギリス、ウクライナ、集まって核兵器を全部排除するという調印をしたんです。その代わりですね、その代わりもしどこかの国が攻めてきたら絶対に守ると、国のトップがみんな調印したんです。その代わりウクライナは核兵器を外してくださいよと、核兵器を外したら我々がどんなことがあっても守るというブダペストの覚書に調印したんです。ところがですね、この先ほど申し上げましたように2014年にクリミア、マイダン革命に乗じてクリミア半島に来た時に、ウクライナはブダペストの覚書を出したんですよ。守ると言ってたロシアがね、まあ約束を守らなかったんですけども、あと残りがありますね、イギリスとアメリカ、彼らも実は国連には提訴しましたけども指をくわえて黙ってたんです。つまり、ブダペストの覚書は全く無視されてました。
でこういうことはね非常に許されないですね、国際法上、国のトップが国の下っ端のね、人がサインしたら私も国のトップが全部サインしているにもかかわらずそれがないものとされた、これは非常に、問題です。ですから、この1994年のブダペストの覚書が重要なんですね。でその後実は、まあ、2014年2015年と、ミンスク合意が1回2回ありますけども、東ウクライナで停戦しようと、ロシアはね、ウクライナに対して、それを守ってない、でウクライナは、守る守らない、ロシアも守る、それどころかロシアがね最初にその1994年のブダペストの覚書を守らなかったのが一番の、始まりなんですね。実はまあいろんなね、国、まあ、アメリカが動いたり、まあ、世界中のこう流れありますけども、そしてウクライナは今攻撃されてます。 NATO も、まあ、アメリカも、まあ、武器供与をね、日本もね初めて自衛隊が防弾チョッキとヘルメットを持ってきましたけども、言うたらね、まあ、そしたらあの風景も流しながらね、言うたらあの学校で一人の子がねものすごくいじめられているようなもんですよ、弱い子がね、それを全員でじっと見てる、だからいじめるのも犯罪ですけどね、じっと見てるのも犯罪ですよ。でもう一つね重要なのがありまして、これは嘘情報ですね、フェイクニュースと言いまして、プーチン大統領が非常にもう何億ドルも使ってフェイクニュースを流してるんですね。どういうフェイクニュースかというとね、実はウクライナは何も、今戦闘状態じゃないとかね、あるいはウクライナで大虐殺があるからプーチン大統領が救いに行ってる、だからロシア軍は救いの天使だと言うたりね、もうむちゃくちゃなこと、あるいはもっとひどいのは今ウクライナで爆撃されてるのはね、ウクライナ軍が自分たちの国民を爆撃してそれを世界にさらしてるとかね、そういった本当に笑ってしまうような嘘ですけども、これはロシア人は信じてるんですね。というのはロシアでは今、マスコミは完全に封鎖されてね、プーチン大統領の意のままです。ですから今、戦争がないことになってるんですね。紛争の地に、ウクライナの紛争地にねロシアが、助けに行ってる、まあ、そういった、情報を流してる、まあ、世界中は分かってるんですけども、ロシアの中にいるのか、ウクライナあるいは日本にいる、家族がねロシアに電話して、お父さんこんな状態ですよ、でもそれを信じてくれないね、いやプーチン大統領が正しいと、まあ、そういったいわゆる、紛争情報に毒されているというのが、現状です。さて、これから難民が今300万人、ね、にもなっています。日本にはなかなか遠いんで受け入れが、まだ70数人ですけども、日本ウクライナ文化交流協会でもこれから難民の受け入れに、踏み切っていこうと思います。もちろん国、大阪府、そして八尾市、まあ、こういう地方自治体が、率先してやるんですけども、そういった、国ではできない我々はきめ細かいところね受け皿としてやる。今ちょうどね、もう戦争になってからいっぱい連絡がね、何があるかというとね、通訳が足らないですね、ウクライナ語の通訳、その今手配で、まあ、入管とかあるいはいろんな国でね、いろんな、各施設で、そういう、通訳の、派遣紹介なんかもやってます、まあ、これからこれを自分のことと思っていただいてね、なんか遠くの出来事、遠くの国 であるような出来事じゃなくて、実は自分のところにもいつ来るかもわからない。ちょうど1ヶ月前はね、ウクライナの、キエフあるいはリビウでみんなコーヒー飲みながらね喋ってたんだね、ロシアがねキエフまで攻めてくることは 100% ない、いや 1000% ない、いや 1万% ない、いや攻めてくるぞと言うた人もいるのね、まあ、そんなアホなことを言うてたらねもうあかんと、もう絶対にそんなことはありえないと。今どうですか、大阪でご飯食べながらどっから国が攻めてくる、いやそんなないないってね、絶対ないないと絶対思ってると思います。
これ分からないんです。これからの時代、つまり、全部世界がつながっているということですので、自分、どこかで戦争があるとい いうことはイコール自分たちにも降りかかってくるとという、自分たちのもん自分の問題として考えていくことが一番大切です。これを、今日はお話しして私の、ウクライナの、紹介をします。もっと本当はね2時間も3時間もしたいんですけども、まあ、こういうオープンスペースですのでね、まあ、ソフトなところで終わります。これからは、女流剣士、彼女はスペインでもカザフスタンでも世界中で活躍している、女流剣士が出て、そしてその後ウクライナの歌に移ります。本当にありがとうございました。